の革命派人士で、ジャーナリストとして活動する。後に、中国国民党の政治家となり、西山会議派の一員として、反共右派の立場を取った。原名は草原。字は、託書。父は、秀才の家庭に生まれる。ハスワイ自身も当初は、学問を志し、し剣士、文に合格したが、意味には落第した。1903年。 上海南洋工学に入学し、さらに人形工学に移った。しかし数ヶ月で、学生デモにより、同工学は解散されてしまう。その後の派は、革命派の思想に傾倒するようになる。1904年、蘇州高等学堂に入学したが、学校の監督者との対立から学堂を去る。間もなく、ハスワエは、関東省スワ島に移って、 いとこが主筆を務めていた中華新報に入る。そして病気のいとこの代理として主筆を務めた。1909年春に中国同盟会に加入すると中華新報を舞台に反身革命派の宣伝に従事している。1911年に中華新報は発禁処分を受けた。しかし派はすぐに新中華法として復刊し、 さらにそれまでの主張を宣伝し続けた。同年10月、侵害革命が勃発すると、ハスワエ自身も革命派の軍に加入し、新朝の軍隊との戦闘に参加した。戦後は再びジャーナリストに戻り、上海で創刊された太平洋日報、民立法に加わって、遠征外批判の論人を張った。また、リュウアコラの難者にも加入している。 1913年の二次革命の敗北とともに民立法は廃刊に追い込まれた。しかしその後も派は生活日報などで小説、詩文等を書いた。1915年、陳その美が資金を集めて民国日報を創刊すると、派すわえ、画編集、勝利紀子が経理となる。派は皇帝を称した遠政外に対して、 これを非難する論人を張った。その後、孫文が、誤法運動を開始すると、これを支持する文章を発表した。1923年に、劉和子が創設した新難社に加入したが、54、運動を支持する柳と、消極的な鳩との間で対立が発生している。1924年1月の中国国民党、第一回全国大会に参加し、ハスワエは、 中央執行委員、中央東部宣伝部部長等の要職についている。しかし、孫文の推進する三大政策に対しては、批判的な立場であった。孫文史後の1925年11月には、西山会議派に参加し、反共姿勢をさらに明確にしている。上海に、西山会議派が寄ると、派は、民国日報において、反共宣伝を行った。 しかし、小解析による中山間事件が発生すると、派は西山会議派を離れて、省につき、その側近となっている。1927年4月12日の上海クーデターも支持し、翌年に小解析が国民党中央を再び掌握すると、ハスワエは国民党中央宣伝部部長代理に任命された。百二十九年には、 国民党中央党部秘書長に転じている。その後も、チャンス省政府主席、党中央宣伝委員会主任委員、立法院副委員長等を歴任した。日中戦争期間中も、国民大会代表選挙事務所総幹事などの職を務めている。1946年2月15日、上海にて病没。去年60。 ありがとうございます。